8回戦の予定ラインナップ並びにアンパンマンをお知らせいたします。先攻埼玉西武ライオンズ、1番ショートストーン源田、背番号6、2番キャッチャー森、背番号10、3番サードベースマン中村、背番号60、4番指名打者栗山、背番号1、5番ファーストベースマン山川、背番号3、6番セカンドベースマン海、背番号39、7番レフトフィールダースパンジェンバーグ、背番号22、8番センターフィールダー金田、背番号9、9番ライトフィールダーアウト、背番号53、ピッチャーは松本、背番号17、引き続きまして高校福岡ソフトバンクホークス、それでは皆様ホークスビジョンをご覧ください。
ただいまホークスメジャーではホークスのベンチメンバーをご紹介しています。すみません、また、入り口でお配りしたプログラム、そちらには、タカガールグッズやグループ
ですけれども、皆さんピンクリボン運動、こちらご存知でしょうか。詳しく知らないよという方のために、では改めて肩から説明をお願いします。はい、ピンクリボンとは乳がん早期発見早期治療の大切さを伝えるシンボルマークです。ホークスがこの乳がんの撲滅検診の早期発見を啓発推進するピンクリボン運動の取り組みを始めて13年目になります。当初はホークスに在籍をしていた堀越雄介コーチが先頭に立って活動を行っていましたが、2018年より中村晃選手がその思いを引き継いで積極的に活動をしています。中村晃選手は昨シーズンも自身の成績に応じた寄付をされましたが、今シーズンも自身のヒット数に連動した形でピンクリボン運動を推進する認定 NPO 法人ハッピーマンナ様へ寄付活動を行うこととしました。本日5ゲートを開談した山笠広場では NPO 法人ハッピーマンナの特設ブースを設けてピンクリボンの運動のご紹介をしています。ぜひこちらにもお立ち寄りください。乳がんは普通で発見できる唯一のがんで、早期発見によって治る可能性の高い病気です。少しでも気になることがあったら乳腺科や乳腺外科を受診してください。はい、ピンクリボンのマーク、あるいはピンクにね、今日はデザインされました VCR とかネクストパターンサークルとか、この辺ピンクリボン仕様になってますし、そうバンド SH のマーク、これもピンクになってますよね。この辺もいろんなところがピンクになってます。スコアボールとかね、勝利の花火もピンクになります。また今日と明日の2日間ですが、選手はピンクリボン運動の一環としまして、今年もピンクリボンユニ、そしてピンクリボンリストバンドをつけて試合に臨みます。球場全体がピンクで埋め尽くされるということになります。翼さん、球場だけじゃないんですよ。なんと福岡タワーのイルミネーションが昨日から16日の日曜日までハニーさんとピンクリボンのデザインになっているんです。なんとその他にもマークイズ福岡桃地ボスイード福岡のイルミネーションもピンクになるんです。いやー、ハニーちゃん、福岡タワーに登場してるのすごいね。いやー、このお餅エリア一帯がね、ピンクになっているということですので、こちらもお帰りの際にぜひチェックしてくださいということで、高川レベルでね、いろんなことやってますというお知らせでした。さあ、ここからはじゃあ感染マナーについてカナからお願いします。球場内ではマスクの着用を必ずお願いします。こまめな手洗い、手指の消毒も忘れないようにしてくださいね。周りの方との距離をしっかりと保って観戦しましょう。立ち上がったり、飛び跳ねたり、ハイタッチや大声での応援をご遠慮ください。座席の移動は禁止です。決められた席で観戦してくださいね。また、交通ストアでは私がつけているマスクのほか、いろんなマスクが発売されているので、ぜひ皆さん足を運んでください。花がつけているマスク。今日選手もね、このピンク、リボン運動などに引っ掛けてね、掲げられて仕様になっております。このマスクつけています。これもね、販売しておりますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、そして試合終了後ですが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規制会場にご協力いただいています。規制会場の際に席番号によります抽選を行いまして、選手の直筆サインボールの当選者をビジョンにて発表いたします。ですので、最後の最後までね、お楽しみくださいね。皆さんのご理解とご協力、何卒お願いいたします。さあ、ここからは応援スタイルについてもご紹介していきたいと思います。昨シーズン同様、今シーズンもね、手拍子で皆さんにはね、応援をいただいておりますけれども、特に今シーズンはね、選手がバッターボックスに入っていく際に、よりその手拍子をね、お願いしたいというところで、では、体操兄さん、トッシーからご紹介お願いします。はい、わかりました。さあ、もうね、お周りの方もたくさんいらっしゃると思いますがね、この高川で初めて今シーズン、ね、来たよって言ったので、いらっしゃると思いますので、
改めてここでレクチャーしていきたいと思います。さあ今シーズンはですね、選手がバッターボックスに入るとすぐに応援歌ではなくて太鼓プラス手拍子音が加わって、さらにね、はい、応援がパワーアップしてますので、ね、はい、これちなみに ABCD4 パターンあります。ぜひ4パターンを覚えていただきたいと思います。いいですか。さあ今日はもう皆さんに覚えやすい A パターン、ね、柳田選手バージョンでやっていきたいと思います。もう手拍子は簡単です。太鼓の後にチャッ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 、ね、チャッ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 、手拍子5回です。いいですか。さあこれをですね、もう早速音楽でちょっと皆さんと一緒にやっていきたいと思いますよ。いいですか。手拍子5回お願いしますね。さあメガホンや手拍子の準備いいですか。いきますよ。それではバッターボックスに柳田選手が入ったわよ。5回よ5回。もっと聞く。